プラズマボールを理解できなくて、ついつい夢中で遊んでしまう猫。店頭などで見かけた時に、えから何これから、と誰もが目を奪われた経験があるプラズマボール。夢中になるのは、私たちだけではなく猫も同じなのです。無作為に変化するプラズマボールは見ていても面白いですよね。音符その面白い魅力に夢中で遊んでしまう猫がまた可愛いんです。にゃんだろう、これ。なんかビューンって出てくるけど。言葉が通じない猫には、プラズマボールがどんなもので、どのような仕組みなのか、理解し難いでしょうね。じゃあ説明してみて。と筆者が誰かに言われたとしても説明できる自信がありませんが、汗。でも、暗闇の中のプラズマボールは綺麗ですね。から音符。離れるとビューンっていうやつが消えるにゃ。猫がプラズマボールに夢中になっていると、間違えて電源を切ってしまいます。一周慌てるような姿も、また可愛い音符。それでも、プラズマボールの魅力に取り憑かれた猫は、もうまっしぐら。破壊してしまいそうな勢いです。ショー。一体何がどうなっているんだか不思議だにゃプラズマボールに夢中になる猫の動画は、こちらから見ることができますよ音符。こんなに夢中になってくれるなら、一家に一台必要ですかね。